オデイン。週刊ウニュです。岩井マスカです。よろしくお願いします。はい、三好淳一でございます。よろしくお願いしまます。た、なんかネタを考えてくれたそうで、よろしくお願いしまはい、す。ですね、これだな。よいしょ。こちらなんですけど、まあ、よく見るような、ああ、まあね。情報系がこのなくな模る。様は、あ、色分けはともかく、この模様分け的なものはまあ見ますよね。そうですね。なんか、駅の上に飾ええってあるかもしれないぐらいー。はい。開き文様とか言われたりしますな。あ、が。そうええー。まあ、なんこれです。これずっであれと。ですね、なんかこのポテトフライみたいにふにゃふにゃしてるやつもありますね、なんかね。ふにゃふにゃ。ああ、輪郭線のところ輪が。郭線がね、ふにゃふにゃああ、してるのもね。そうそう。で、その、まあ、ふにゃふにゃの一種ですけど、こういうふうに変形できると。あ、これは変形ですか？これですね、実は折り紙ではないんだね。折り紙、正方形の折り紙が、折らず切らずに重なってるだけだっていうふうにも見ることができるんですね。まあ、最初のやああ、つの半分方隠れても、るんですそう、か？半分隠れてると。ああ、そうなんですか。で、こっちもここにまあ白い折り紙があって、赤と青の折り紙で隠あっさてれるてるね。と、一部。白まあ、その、の上に青赤がのり、青赤の上に黄色白がのりってことですか？そうそうですね。そんな感じでぐるっと三つ回る折りできると。と、ええ。これはリアルの折り紙でもできるこいとるはずですね。まあちょっとちゃんと場所合わすの難しいからまだ作ってでないです。すか？ああ、そうですか。で、これがずっと行くと、もっと重ね方をずらしていくこともできて、わずかに違いますね、左右。で、もっともっとやると、こんな感じになってなって、しまくる。いにはちぎれるってことですか？しまいには、ぺったんこになっちゃもう、うかこれな。だと青と青自体も重なってんですね。青と青自体。隣の青と重なってますよね、もうね。正方形だとすああ、そうですね。重ると。ああ。なっちゃってますね。確おお、すんごいもう、重なってますね。厚みがありますね。かに。なんか、ここに左右対称の形がなんか2色でできてるような感じにも見えると。左右対称。ああ、これは、あ、ずっとじゃないよね。え？ずっと左右対称にはならないよね。この。まあ、この斜め線。ああ、ずっと左右対称ですか。いつも左右対称ですか。どの図でも。黄色白を合わせると、コウモリのような図形が。そうなんです。で、ああ、青と赤も、合わせてみると、コウモリのような図形が。なるほどね。そうですか。ああ、面白いですね。なんか中心とかはまた詳しく聞かないとあれかな。そうですね。何を基準にどこを合わせるとか分かってればそれでいいのかも。角度が結構いやらしいかもしれないですね。角度は全部平行じゃないですか。ある種。折り紙にしてみあれるば。種、はい。まあ、そういうことですけど。ダメにしてみれば平行だけど、なんかこれ、横の並びが合ってるから、だんだん縦に縮んでいく感じですね。横の並びが合ってるか。ああ、そうなんですか。え、縦横が、縦まあ、横4個ずつ扱いになって方るが違う意味ですか？んですけど。扱い方違う。これ4段4段でやってるんですけど、ええー。縦だけ縮んでいく感じに。うん、そうなんですか。ちょっとあれなんですね。理解しないと。かな。式自体はそんなに複雑じゃなくて、三平方定理で、あ、そうですか。なんだっけ。4x 二乗足す y 二乗イコール1みたいなのがあって、で、このサインシータイコール y とか言っておけば、大体できるんですサけインシータイコールど。y。三角関数の逆関数なの？いや、よくわかんない。あ、逆関数じゃない。そのままなんですか。この瞬時には理解ができないかもしれないね。
ですね。まあ、何を合わせる意味なんだろう。ここ、まあ、一つだけ取り出すとすると、はい、この長さと、あ、まあ、線で書いていこうかな。それは二等辺三角形なんだ。そう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 。それから、ここですね。ええ。これも二等辺三角形なんですね。ああ。で、この長さ、この長さ一緒なんですよ。ええ。で、90度で曲がって、こうなってるという。なるほど。で、その条件だけあれば、一応、まあ、座標というか、求められるはずで。そうですか。まあ、ちょっと、順番に考えないといけない。あ、そう、その条件は常に1ですもんね。そこも常に1ですね。そう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 。ええ。で、これに対して、まあ、これが両側にあるからめんどくさいんで、こっち側に持ってきてですね。はい。こうしちゃうと、ここに直角三角形ができると。はい。で、なんだっけ。ここの、横の高さはどこから決まりますか？これ？違いますね。こっち？1を底辺としたときの、正方形の黄色の正方形の底辺を1としたときの、横の赤ですね。あそこの長方形の短い方の赤。ここ？ええ。ここは変数で、これを変えた、まあ、どっちをどう見るかですけど、ここを θとして、この長さが決まって、それの半分として決まるっていう決まり方だと思ってもいいですけど。いいですか？θを決めると、斜辺の長さが決まり、それの半分だよってことですか？うん。あ、それはそれで明確なルールですね。うん。じゃあ、それでやっときますか？はい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 。それならいくらでもすぐ書けますね。そうですね。どう考えても。うん。斜辺じゃ、まあ斜辺は長さ1だから、こっちの。シータが決まると形が決まるということですね。そうですね。その形がいいと思います。いくて、シータ基準で回した方がいいよって。うん。それでやってきますね。はい。シータ基準で決めて、あれですもんね。まあ、角の折り紙自体は角度は変えないで、ずっといることね。うん。はい。かな。ここも平行だから、このシータ決めると、ここの角度が出るという。まあ、すぐ決まると思う。平行だから。あ、いや、それはシータのままですね。そう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 。はい。なるほど。はい。あ、これはまあ、わかったら書けますね。はい。そんな感じです。はい。じゃあ、ちょっとこれもやってみますね。じゃん。ありがとうございます。これが、正方形が回ってるように見えるかな。くるくる回すと、正方形が回ってるように見えてる、なんか作風なやつありますよね。はいはいはい、はい。あれはなんだろうな。あれはただあれをやればいいのか、それとも、枠線とかに何か少し。まあ枠線確かにここ黄色何も上に乗ってないのに削れちゃってるから、ここのままだと。なるほどね。そこをありにすればいいんだね。うん。それも、なんか以前できるぐらいなパワーを身につけたような気がした。もうだんだん前なんて忘れちゃった。まあまあやってみますね。はい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 。はい、ありがとうございました。じゃあこれはこんなところで。これはこれで。はい。見てる皆さんは、チャンネル登録をよろしくね、ということで。よろしくお願いします。それではまた。はい。失礼します。
失礼します。ストップ。ストップ。